えー、こんばんは牛島いにくにっこり人生相談、えー、今回はゲスト会で新谷真由美さんを、えー、お呼びいたたししました<お>、えー、彼女はですね、うん、声優さんもやりつつ、えー、と女優さんもやってらっしゃる多岐にわたるですね活動をやってる方であのは演劇の方だとナイロン100度しそうです。 結構有名な劇団がありまして。そこで女優さんをやっていらっしゃったりとか、あとアニメだと。あのフリクリっていうアニメの主役。そうですね。主役なんですよね。主役なんでございます。はい。あれ見たんですよ。フリクリ昔。あ、本当は嬉しい。ありがとうございます。あ、嬉しい。ありがとうございます。フリクリの春子をやっておりました。そうなんですよ。フリクリの主人公。はい。そうです。 やってたりとか、はい、あと最近だと「この世界の片隅に」というやつの、はい、あれはな何をやってたんですかあれはね、えー、とそのすずさんっていうのんちゃんがお声をやってた主人公が嫁ぐ先の義理のお母さんです足が悪いお母さんの<ー>をやらせていただいてましたでも全然普段のこういう感じの声じゃなくてわりとしっとりしてあんまり普段舞台でもアニメでもやらないような感じなので,んで、ね、あんまり気づかれないんですけど。あああれってってて作たのああいう声をじゃあ そうだね。あとはまあ、ね、普段喋る声よりだいぶ低くして。っていうこと。あとまあ、広島出身なので、その話が広島の話なので、あの方言指導のサポート。みたいなことでも入ってたりして。いいですね。そうなんですよ。方言って大事ですよね。あの、ちょっと、うん、ちょっとでも気になると。 何もかも気になりますもんねだからやっぱ広島の作品とか見てるとやっぱ気になっちゃいますねそのイントネーションおかしいだろうとかそんなこと言わないみたいにやっぱなっちゃうごめんなさい止めて話していや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 全然やってますよなるほどでえっと新谷さんあ明日ですね孫さんと一緒にイベントがありますすアシスタントの孫でよろししくお願いますよろしくお願いします マグシゃんと2人であの普段仲良しなんですけど結構あの私がやるなんで鼻で笑ったの, <laughs> あの私が出てるアニメのイラストとかをあの半剣イラストとかねなんかちっちゃいキャラのイラストとかを書いてくれてたりとかいうのがきっかけで仲良くなってトークイベントをやっててそれの2回目がでやります2人とも何か分かんないけどあの。うん むしろ絵で交流を持ってるみたいで、絵大変だった。絵を描き合うんですよね。赤くのはね、マゴヒャだけなんです。この間アップしてた動画はね、たまたま色紙を寄せ書きを描こうって言って絵を。 私も絵描くからって書いてもらったんだよなんだそういうことなんだいやイラストアップしてて上手だったからタコの絵ですけどねイラストを描く大会するのねってそうだったんだたまたま見たんじゃないなんか。プレゼントをするんですけど最後にそのプレゼント用の色紙をねいつも二人で合作してて私が描いたやつの下に空いたところを描いてもらってたあなるほどねそういうことだったねそういうことだった でも絵描くの好きですけどね、ちっちゃい頃。上手だよ。上手じゃないけど。あの、ちっちゃい頃は漫画家になりたかったんだけど、建物と。擬音が描けないから、諦めたんです。わかる。本当。そう、自分が表現したいこと以外も描かないけそうなの、漫画って全部自分でやらないといけないから、だから役者は自分が言いたい、財布だけ言って。 あとは衣装とか全部用意してくれるから役者のがいいなと思って役者になりました。なるほど。というわけでですね、明日です。まだ前売り券ちょっとだけ残ってるそうなので、あのぜひですね、いしください。私も遊びに行きます。あ、そうそう会場に来てください。そうです。で、あとですね、二十六日月曜日新宿あ新宿ロフト ロフトネイキッドロフトだ、うん、新宿ネイキッドロフトというところで、えー、牛島インにく大合コンをやります 2>、うんえー、第2回目ですう、えー、もう女の人はですね今今のところまだ10人ぐらいしか着てないっぽいんで今来ればまあ間違いなく服チヤホヤされるでしょうね <laughs> <で>行こうかな <laughs> うかもう遅。遅くない、今からでも遅くないから、うん、ぜひ来ていただきたいなと。で男,男性の方はもうソールドアウトしてるので、うんううん、もう男の人はこれ,以上これ以上になることもなければキャンセルすることも多分しないと思うんで、うん、はい是非ですね、うん、興味がある人は遊びに来てみてください。うんはい、じゃあそんな感じですかね。<laughs> はい <laughs> 苦回渡していい。苦いあ,あもちろんもちろん,、うん。私はイラストレーターなんで毎回ゲストさんの苦いを描いてるんですけど、うんまあ。えー、嬉しい。しんたいさんの顔ちゃんと描いてる。嘘ちゃんと描いてもらったの初めてだよー。わーいあ。今出てる。嬉しい。あこの子は。 みどりちゃんっていう孫ちゃんがキャラクターデザインをした宇宙パトロールルルコっていうアニメのキャラクターです顔が緑色だからみどりちゃんありがとう嬉しい、うん、よかった思って書いてくれてあっシナモンをちゃんと着てる私の大好きなシナモンっていうキャラを描いてくれてますで<そう> <laughs> ですす、ね、そうなんですそうあルもシナモンなの今日あ本当だ可愛いいそう うついないうついないなよし、じゃやるかあ、じゃやりますかね相談いきますはい。一つ目自分に合ったコミュニティが見つけられません、はい、モンブランのヒールさん二十七歳男性会社員牛島さん、新谷さん、孫さん、こんばんはいつも楽しく拝聴させていただいておりますんん早速相談なのですが自分に合ったいい感じのコミュニティがなかなか見つけられなくて悩んでいます私は数ヶ月前に 転職に伴い状況をしてきて新しい仕事も楽しくやってるのですがプライベートのでのの新しいいいいい交友関係の構築がいままいまちうまくいってません地元にいた時は同じ趣向や趣味映画鑑賞登山飲食店バー美術館博物館巡り旅行などを持った人が集まるコミュニティを普通に見つけられていたのですが都内に越してきてからはとんと見つかりません。 私は飲みに行くのも人と話すのも好きだし、人見知りもしない方なので、イベントなどで仲良くなった人とそのままご飯に行ったり、バーの常連さんと仲良くなってそのまま飲み明かしたりすることもあるのですが、その場限りの表面上の仲良しな感じで終わってしまうことがほとんどなのです。いろいろな人とその場限りの表面上の楽しい付き合いを重ねていくのも良いかとは思うのですが、仕事以外で ののの寄り,ご寄り所みたいいなななものが現在ない状態なので自分に合いそうな人が集まりそうなイベントやお店を調べて行ってみたりするのですがいいいまいちしっくりこないのです都内にいてそういったコミュニティを見つけられないのは探し方が悪いのだと思うのですがそもそもこんなに頑張って 今まで見つけてこなかったので戸惑いの連続ですいっそ自分がイベントの主催者になることも考えましたが一つのイベントを主催するよりたくさんのイベントに参加する方が労力も少ないし自分の目的に合っていると思ったのでやっていません早く自分に合ったコミュニティを見つけて心の友や恋人を作りたいです PS 次回の牛島いにくカレーゲス人生相談ナイトが都内で開催される際はぜひ参加したいと思います という相談です、うん、自分に合ったコミュニティが見つけられません、うん、この人の趣味が何なのかわからないけど、うん、でもあれじゃないですか映画鑑賞、登山、飲食店、バー、美術館、博物館巡り、旅行書いてあるけどあ本当だ書いてあるわ、うん、<laughs> コメントで本人の資質だなって言ってる人がい,るいや本人の資質っていうか むしろ都内の方が地元よりもこういう趣味あ持ってる人と会いやすいし、うんね、でもあれじゃないなんか地方だとさもともとそういうの好きな人の候補が少ないからあれだけど多すぎてなかなか都内だとしっくりこう来るう逆に <laughs> 多すぎることによってとか細分化されすぎちゃってるんじゃないですかそんなことないかどうなんだろうでも確かに、うん この条件見ても細け、いろいろとあるな、細かいな、うん、特にどれが好きなんだろうとか。いろいろと思うところはありますね。うん、バラバラですからね。うん、なんか登山と映画鑑賞だったら、どっちの方が。ね、好きなのかとか。じゃあ。バート。 美術館だったら、どっちの方が行く頻度が多いのかとか。ちょっとそういうのによって、やっぱもうちょっと趣味嗜好を絞ってみてもいいんじゃないですか。あとあれですね。これ、多分さジャンルでさ分け分けてるじゃない。だから、きっと映画、映画なら。どういうジャンル、ホラーが好きなのかとか。コメディが好きなのか、監督誰が好きなのかとか。美術鑑賞って言ったって、本当にね、画家誰が好きなのかとか、どういう時期のどういう作品が好きなのかとか。 登山だったら、ね、どの山が好きで私はもう高尾山にしか登らねえみたいな,、うん、なんかそういう細かくスポットを当てて探すのとかもいいかもしれないですよねもしかしたらねそうですね、うん、私もちょっとこれ多いからもうちょっと減らして減らしてみてもいいんじゃないかなと、うん、まあ探す趣味の場をうん、うん、なぜかというと結構多いから美術館にしてもね本当 あの新谷さんが言う通り、うん、何の展示やってるかね、うん、それ次第じゃないとそ,そう。例えば、ね、彫刻の展示と絵画の展示はだいぶ違うし、うんうん、現代アートとかだったらねまた違うし、ね。やっぱ現代アート好きな人はね印象派の展覧会とか行かないと思うし、うん、そういうところですよねきっとね。うん、このイベントの 実自分がイベントの主催になることも考えましたが参加する方がいいみたいに書いてあるけどそれはなんか自分でやった方がいいとかあるうーんまあそんなことを面倒くさいと思うんだったらいいんじゃないですか、うん、やんなくて、うん。あと主催者になるとでもそんな面倒くさくないし <laughs> 何がそんな面倒くさいのかよく分かんないっていうか。うん だってたかがさ10人ぐらいのメンツでさ集まってどっか行くだけでしょうん、うん、金取ってイベントにするわけじゃないからねそそそそう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 ,そう、ね、もしこれがノルマがあるイベントとかだったらまだしもさ別にノルマもなんもなくてただ集まるだけだったら何がそんな。 なんつうんだろ労力って言ってるんですかね。この人ちょっと労力の感覚、<laughs> うん、この人楽してちょっと人脈得ようとしすぎじゃないですか。うん、あとコミュニティに夢を持ちすぎなんじゃないですかね。そもそもがうんそんなコミュニティで心の友や恋人を作りたいですっていうそんなコミュニティ コミュニティでできたりとかするわけじゃないですよね,ね<え>だってコミュニティっていくつかあったりするからうん、うん、そんなそれごとに全部に恋人とかできてたらだいぶ乱れた感じじゃないですか <laughs> <laughs> それこそねだってさっき言ってた合コンに行けばいいんじゃないのしじまさんの ああ、もし恋人が欲しいならね。でしかもだってさ、牛山さんのとこの方ね、すごいお好きみたいだし、同じ趣味。男だからもう。え、これ男なの？あ、ごめん。男でしょ。次回また。そっか、なるほどね。うん。そうなんですよ。いや、この人ね、女だったらね、いくらでも見つかると思う。私ね、でも文章の感じで女の人だと思って読んでた。男性ですね。そっか、なるほどね。 ああそういうとこかもねど。どういうとこですか？<laughs> いやなんか文章が女っぽいところかもね。なんか,でかざっくり言うと、<laughs> そこを直すにはどうすればいいですか？んかうんまあでもねそんなステレオタイプにもっと男らしくなるとかいうのもあれだけど、なんかそのなんで女性っぽいかってその人と人とのつながりっていうものにものすごい夢とその自分の 欲しいものっていうのを委ねてるじゃないですかそれと割と女性的な感じがするんですけどこういうところに行く女性の感じメンタルにすごい近い感じがするんだけどでも割とそういうところに行きたい女の人は自分がそうだからそうじゃない男の人に惹かれる気がして。あーなるほどね、うん どううなんだろう、うん、これ何が目的なのかよくわかんないんだよな。うんうん、趣味の友達関係が欲しいってことなんですかね要するに。なんんか趣味が合うう人たたちとと集まるっていいことを楽しみたいんでしみでょうんじゃあやっぱりもうちょっとさっき新谷さんが言ってたみたいに、うん、趣味や思考をちょっともうちょっと細分化して、うん 行くといいんじゃないですかねここにこう書いてあることも、まあ、だ,いだいぶざっくりしてるというかかなり多趣味だなという印象があるんで、まあ、この中から絞っていったりあの絞らなくとも、まあ、この中から一つ一つ深くこれに関してはこれっていうのを作っていくとかいうふうにして、まあ、集まったコミュニティの人と一緒に会話ができる感じになると まより良いんじゃないかなとただ私のおすすめとしては、うん、例えばですけど映画鑑賞だったら古い映画を鑑賞するよりも新しい映画の鑑賞する方が多分あのコミュニティの人数がお多いと思うんですね、うん、新しい映画を見るファン層の方が、うん、古い映画を見るファン層より多いと思うんですようん、うん、なんで自分の好みとかももちろんあると思うんですけどまあ、何か例えばやる時でも その予約をしないと入れない飲食店だけに絞るとかだと普通にはすぐ行けなくて面倒くさいなってなって結局興味がなかったりとかまあしてしまったりするかもしれないしまあ逆にそういう店にばっかり予約して行ったりとかしてるのがすごいっていうことで話題になったりするかもしれないしまあ何かですねこう一つ自分がそのバーなり飲食店なり何かなりの時に。 何を一番こう重要視してるかっていうのを考えてあの深く掘っていき、うん、そしてそれがなるべく他の人ともマッチングするような趣味だとより良いいいんじゃないかなかかと思いましたどうですかね、はいうん、私あともう一個思ったのはこの人多分ね、はい、バ,ーのバーの常連さんと仲良くなったりとか。 その場限りで会った人と飲み明かしたりとかできるんで多分力高いんんだと思うんですようん割とそうなると結構コミュ力高い人で私も割とおしゃべり好きだから人見知りもしないしすぐパーティー仲良くなれるんだけどその場を楽しく盛り上げるみたいなことに割と終始してしまったりあと人に対してのサービスーこの人を楽しませなきゃとかっていうことに割と集中してしまって。 特に初対面とかだとそういう方にコミュニケーションを取るっていう方に重点を置いてしまって肝心の趣味の話っていうのを深くか話せない場合があるので本当に趣味の友達を探したいんだったらまあちょっと人のこと置いといてでも自分の趣味ってこうなんだっていうのを割と話せる人に順路立てて話せるようにしとくって っていう準備と心の強さをちょっと持つとあこの人の話面白いって思ってくれる人が現れる気がしますねなんか全員とは仲良くなれなくてもその場にいたあ,あの人の話面白いって言うと一人二人と深く仲良くなるってことがもしかしたらできるかもしれないですいいですね、うん、確かにそうですね、うんうん、今のはかなり参考になるじゃないですかね、うん いや、じゃあそんな感じで。はい、じゃ、そんな感じで、うん、え頑張ってください。次。<い>当たりの強い人との付き合い方を教えてください。うん、轟さん、二十三歳男性会社員事務の方。二十三歳新卒会社員です。地元は東京で、今地方に転勤しているのですが。最近ある同じグループの社員の方、四十代中盤からの当たりが強くて困っています。仕事のことで、何か聞くと、とてもイラついた感じで返され。 先日は些細なことでいきなりすごい怒鳴られました。<laughs> 物の置く場所がいつもと違うといったこと。転勤先は年齢層も高く同期も友達もいないため、相談できる人がおらずとても困っています。こういう当たりが強い人とはどう付き合っていけばよいのでしょうか。という相談です。うん、牛島さんどうですか。え、こんなの、うん、<laughs> こんなの、えー、いいん言わないで。え、当たり強く返すけど。 そうなのよ、うん、多分う,強い人うちらこっちの40代後中盤の方の人の立場です、うん、完全にうちらそうなので当たりが強いって思われてるタイプだから、うん、そうそうごめんねっていう感じですけど、ね、<laughs> でも<ろ>もし例えば私がうーん先輩に対して「 テンションが上がりすぎて急にため口を聞いてしまったときに、うん、先輩が例えば「あ?」って言ったりとかしたら「あっさせん」なに舐めた謝り方をするって「こと、うん、まだ許されるかなって <laughs> そこでさらにジャッジするってことね自分の中でさせんで許されるかどうかっていう責 <laughs>、ね、めるねなるほど <laughs> ほうほう。 それで許さなかったら、うん、本当すみませんっ,つって言って、うん、あでもそういうお茶目で返すっていうのは一個有効かもしれないですねお茶目ねそう牛島さんは一番向こうです<ん>コメント何<お>あ牛島さん、新谷、うん、孫孫です <laughs> 急に <laughs> 急にうん。お茶目で返すね、うん、そうだな怒ら,れ怒られる ううそうだからいい話さっきも言ったけどこの私は完全にこの40代中盤の怒る人畑の人間なので言うと。<笑><笑> 本当にムカつく本当に筋肉マンで言うとジェロニモみたいな腹立つ後輩っているんですけど。<あー> <laughs> うんうん、ジェロニモそんな腹立つそう私は人間なのに頑張ってんじゃん。いやいやいやムカつくそこがもうムカつくそ。そこに甘んじてるみたいな人間とかわざと言ってんじゃねえっていう, <laughs>、うん、そう人間とか言うからだ。わか,か,かった。うん、あのそのジェロニモがいた場合、うん、やっぱ。 元々腹立ってるから隙を見せれば見せるほど謝られれば謝られるほど腹がどんどん立っていくのでもうしかも口が立つ人だとどん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 攻撃するワードが頭に浮かんでくるので多分この人も止まらなくなってしまうのでさっき言ったみたいにむしろ怒られてる方がどんどん萎縮していくんじゃなくて「すいません」とか「そんな言わないでくださいよ」みたいな感じで懐に入ろうとする。 態度を見せられたり可愛いところを見せられたり逆切れされたりすると切れられ慣れてないので「えごめんそんなんだとは」みたいなに、うん、<laughs> なるから逆にそういうまあなんか喧嘩しろとは言わないけど自分のそう自分の思うこととか自分が本当に嫌だって思ってんだったら「嫌だ!」って言うと意外と怒る人は怒られ慣れてないのでいいかもしれない。 いやもほんとそんなふうに言われても無理ですよとかうん、うん、普通に半笑いで言っても全然いいと思いますよそうだと思うそうなんだ、うん、そうですねあとはそのお茶目な返しをバリエーションをいろいろ考えてみたらどうですかね、うんうん、難しいこれ <laughs> なんか私だったら見解になってしまいそう、うんうん、見方が周りいなそうだからうん お茶目な感じで誰もフォローしてくれなかったら余計…でもさま年齢層高いなら超可愛い感じでいけばよくない<ー>新卒でさなんかそれが男の子でしょう可愛さ全面アピールすればあとすぐちっちゃいお菓子とかを渡せばすいませでした キットカット食べてください。ごめんなさいとか、キットカットに付箋をはい書いてごめんなさいっていうのを毎回やっとけば、それマジ聞くんすか？聞くんじゃない？聞かないかな？マジで？四十代中年男とかな、女だったら聞きそうな女からされたら嬉しいけど、男からだとちょっと違うような気もするな。男の子だから余計いいかなと思ったんだけど、男って難しいわ。これ相手も男なのかな？そういえば、ね、男だと想像してたけど。うん 男だったら、もう完全に射程的な態度を身につけるしかないと思う。う兄貴っていう。あなたのこと兄貴だと思ってますっていう態度をすれば。こういうタイプの人は一頃だと思います。男の場合は。もしくは体鍛えたらどうですか。なるほど。なんかお前のことは手伝って殺せんだぞ、うん、この野郎って。<laughs> なるほどね。まあ、それはそれで。<ー>いいね。 感じにするとか、うんうん、お前なんかいつでも殺せるんだぞ作戦は悪くないと思いますよ。うんうん、あのこれは別に人生の覇者になるために必要な条件の一つでもあると思うんで、俺は無敵。<laughs> かっこ銃や刀には負けるがとかちゃんと認識できていればあなたの人生の勝利は近いと思うんで、あのまあ、鍛えるのもいいんじゃないですかね。鍛えるのもね。 確かにそうかも。あと筋トレしてると性差別的なことがどうでもよくなってくるので、そもそも本当ですか悩み自体がどうでも <laughs> 俺なんでそんなことで悩んでるんだろうってなるかもしれないですけどね。結構そう。でも確かはい。じゃあそんな感じで。大丈夫？じゃあこれ次いっちゃいますか。<う>はい。次。はい。苦手や嫌いは誹謗中傷なのでしょうか。カラクリマルさん、三十歳女性、自営業の方。 牛島さんこんにちはいつも人生相談を楽しませていただいております今日は相談したいことがあり投稿させていただきました私が私は本名が世の中に出る仕事をしているのですがネット上で誹謗中傷されることがあった時どのように判断していけばいいかに悩んでいます 例えば「好みの問題であの人の仕事は好きあの人の仕事は嫌い」などというツイートなどで自分ののこととを嫌いと言われた時それたたそは誹謗中傷ににるのか判断に悩みますエゴサなどをしてたまたま目に入ってしまった時「嫌い」とか「苦手」とか言われてしまうとやっぱりショックなのですが「キモい」とか「死ね」とかそういった類の言葉ではないので抽象にはならないのかもしれないとも思ってしまいます。 でも今の世の中口コミで絶大な効果を発揮したりして嫌いっていうレビューを見かけるとそれにつられて私も嫌いみたいな評価になってしまう人も増えたりすると仕事に影響するのではないかとも思ってしまい怖いいなとも思います。<laughs> 牛島さんのようにネット上でご活躍されている人はこのあたりどのように対処していくのがベストだとお考えになるか教えてくださると幸いです。という相談です。うーん。 まずですね、はい、えっとインターネットで何か名指しで物事を書く人は相手がそれを見る可能性について何も考えずに投稿してることが多いんですよ。うんうん、だから私が例えば引用リプリリプかなんかしてあの ししし返したりとかてて初めて気がつくわけであっ見られてたんだと、うん、いう感じなんでですねその誹謗,誹謗中傷に当たるかどうかはともかくとしてそういうことを言う人は常に一定数いてでその人たちはあんまり自覚してないだから誹謗中傷してる自覚がないのでそれを教えてやりたいか。 それとも教えて回りたくないかかのどちらかになると思うんですねで教えたい場合は簡単であ「あなたこれ誹謗中傷ですよ」というふうに一言言えばいいと思うんですね。で、まあ、もしもうちょっと苛烈に行きたかったら「お前,お前が嫌なら見るな」とか「誰も見てなんて頼んでねえんだよ」とかそういうことを返すこともできますよね。で もっと言えばブロックもできるしなんかこういうこと言ったからブロックしますとか言ってブロックすることもできるし、まあ、何でもででもきるわけですよねだからその<ー>誹謗中傷に何が当たるのかといったら自分が不快に思ったら誹謗中傷だと思って全然構わないと思いますよ。<ー>でそこに個人情報とかが含まれてたりすると誹謗中傷の中でも削除対象 対象ににたたるる誹謗中傷になったりするんでうん、うん、そういう時はですねあのしかるべきところに相談して削除依頼をして削除してもらうといいんじゃないかなと思いますうーんど,どのように対処していくのがベストっていうとうーん最終的にどうしたいかを決めてそれに対してどうするかを決めるっていうそ,そういうことですかね。 うん、じゃああさんってこれなんかあります私ねこれのね根本的な解決方法を知ってる何ですかあの知り合いの声優さんでこれをやってる人がいてすごいおおと思ったんだけど、うん、エゴさするじゃない自分の名前とかでそれで自分のことを変なふうに言ってる人とか嫌だって言ってる人がいてその人が自分をフォローしてなかったら全部ブロックするっていう。うんそそううするともうその 自分のことを嫌いな人が目に入らなくなるので自分の精神衛生上はそれが一番いいっていうことを言ってて確かにって思ったんですよ。まあ確かにそのさっき言ってたみたいに攻撃をされるとか何か実害がある場合は、まあ、何かね対策取った方がいいと思うけどうただ嫌いとかって嫌いっていうことも私は権利だと思ってて嫌いとか好きじゃない好みじゃないなんか前と思ってた前私が好きなものをこの人がやることによって 嫌,な嫌になっちゃったとか、うん、そういう感想を持つことはもう止められないことだしうん、うん、それはその人の自由な感想でさっき言ったみたいにその人はそ,れをそういうことを嫌いみたいなことを感覚的に一言つぶやくみたいな人はさっきもおっしゃったようにその嫌いな人本人を攻撃しようとして言ってるわけじゃないから届けと思ってたぶんその人も言ってない。うん、ってことは届かないようにもうこっちがするっていうのが多分精神衛生上は一番いいのかなっていう気がしますけど。だって こんんんないななのかかい顔出ししてる仕事なのかな分かんないけど、うん、本名が世の中に出る仕事だとしたらなのにこんな仕事好き嫌いみたいなこと言われただけでこんなにダメージ受けちゃうんだったらもうダメージを受けないように自分が防衛するっていうのが一番いいって思う。本当ですね通 いやー結構ダメージ受けるんでですねねねこれでねねそんなの、ねね、当たり前じゃんって思うけど、うん、あなたが嫌だって思うことと思う同じように向こうも嫌だって思ってんだから、うん、もうそれは平行線ですよとしか言わないですけどね。まああと口コミっていうのは絶大な効果を発揮しているように見えるかもしれないですけどやっぱね実際ね商品がいいとかそういうのがないと、うん、あの評価は続かないんでね。うん あのまあ私も嫌いみたいな評価になっても結局のところいいものを出してたり <laughs> そこが独占企業だったりしたらそこの使うしかないのが民衆の常なのでですねそんな気にしなくていいんじゃないですかね。うんうん、じゃあ、うん、有料コーナーに行きますかね。は、うん、はい<お>あじゃあここで無料の人イイ